去年はちょうど9月に緊急事態が出た影響で、バスツアーが、結構キャンセルになったんですけど、まあ今年は、まあコロナ対策に皆さん気をつけていただいて、できればバスツアーが、来ていただければ、うちもありがたねということなんですけど。今年は、房で言ったら、もう全体でいくつぐらいそれぞれの品種になってるんでしょうか。だいたいシャインマスカットが1万ぐらいと、ピオーネがどのぐらいかな、今、3000ぐらいですかね。あと、ブラックビートが、3000ぐらいになってますかね。はい。あとは BK シードレスっていう新しい品種があるんですけど、これも3000近くなってますかね。今年はブドウの出来が例年に比べて、かなりいい状態になってますんで、シャインマスカットもこういう状態で、大きくなってますし、味も良くなります。ブドウは結構いいのができてますんで、皆さん、ぜひご来園いただければありがたいと思います。